佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。本日3月27日は桜の日だそうで、日本桜の会が1992年、平成4年に制定、3×9 で、まあ、桜、イコール27の語呂合わせと、七十二候の一つ、桜初めて開くが重なる時期であることから、日本の歴史や文化、風土と深く関わってきた桜を通して、日本の自然や文化について関心を深める日ということだそうです。では今申し上げた七十二候、漢字ですね、漢字はですね、漢数字で、7に10に2と書いて気候の候で、七十二候と、これはですね、何かと申しますと、古代中国で、考案された季節のを表す方式の一つ、大寒、啓蟄、立春といった二十四節気、をさらに約5日ずつ3つに分けた期間のことで、各七十二候の名称は気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっています。ただ中には、キジが海に入って大ハマグリになるのような実際にはありえない事柄も含まれているそうです。そして古代中国のものがそのまま使われている二十四節気に対し、七十二候の名称は何度か変更されており、日本でも江戸時代に入って日本の気候風土に合うように改定されているようで、現在は1874年明治7年の、略本歴、漢字ですと、略すの略に、ブックの本に、西暦の歴で略本歴、に掲載された七十二候が元に使われています。ちなみに今日から5日後の七十二候は、雷すなわち声を発すといい、意味は遠くで雷の音がし始めるです。いわゆる春雷でしょうか。なかなか面白いと思いませんか。やはり日本語の響きというか、まあ、季節を感じる言葉ってなんかいいですよね。改めて日本のようにこう四季がある、国に生まれて育ってよかったなと感じます。と同時に、今年は、まあ、なかなか春を実感する出来事を感じられない日々が続いておりますが、どうか皆さんと共に日本の春を穏やかに迎えたいと感じている佐藤美久です。いろいろとありましたが、今からの30分はちょっと嫌なことを忘れていただいてですね、楽しくこの番組を聞きいただければと思っております。今回も最後までどうぞよろしくお願いいたします。では今回最初のコーナーは、映画主題歌リリースへの道。さてこのコーナーは、昨年末まで撮影がありました、私も出演させていただいております映画ラストソングはの主題歌を なんと私が歌いリリースまでしていただけるということで、今回の楽曲の作曲と、プロデュースをお願いしている元アイウィッシュのナオさんにご紹介いただきました宇津先生のところで、ボイストレーニングの一部内容を紹介、その、成長ぶりと途中経過をお話ししていこうというコーナーです。ということで、ありがたいなというふうに思います。でですね、2月はですね、2月から、先々週かなの放送でもね、ちょっとお話しさせていただきましたけれども、曲が、ラストソングはの、主題歌の曲がですね、上がってきましてですね、本格的に、レッスンをね始めさせていただいたんですけれども、いやーこんなにオリジナル曲を歌うことって難しいんだなっていうのを初めてというか改めて、知りました。いやー結構大変でこうね歌詞がねもちろんあるんですけれども、
これを歌うことにあたって、まあ、たまたま私があのボイストレーニングした時にちょっとあの喉の調子が少し悪くって、ただでも宇津先生がおっしゃるにはその悪い時だからこそ自分がどこまであのできるのかっていうのは試した方がいいっていうことをおっしゃっていて、なるほどと思いながら、やっぱりこうもしライブの時とかに自分が声がちょっとなっていう時があった時に、こうどう対処できるのかっていうのをやっぱその調子が悪い時にしかわからないからやっといた方がいいよっていう風におっしゃっていただいて、申し訳なさ半分、ありがたいなという風に思いながら、レッスンさせていただいて、まあ、その時にねちょうどね、後輩のね有本ひとみちゃんもですね、来ていまして見学ということで、ね、来ていたんですけれども、まあ、そんな中ねちょっと緊張しながらやってたんですけどもでこのね、なんというかこう歌詞をこう歌うこととかこう歌うって、例えば何かの言葉を強調したいっていう時とかは、普段はこう歌手の方が、これもね先週もちょっとお話しましたけれども、先々週ねのお話させていただきましたけど、歌手の方が歌っているのを自分で聞いてこう練習するから、こう歌えるっていうのもあると思うんですけど、こう大きなお手本があるわけで、でもこの自分のオリジナルソングというかオリジナル曲はお手本がない状態なので、こうどう歌えばいいんだろうっていうのがものすごく難しいなというふうに思いました。あとはこう自分がこう言っている、歌ってはいるんだけどこう濁って聞こえたりとか、そういう時はこうした方がいいよって言われたこととか、あ、そうですね、例えば、あ、いいの、いいってあるじゃないですか。いって結構聞こえづらいっていう風におっしゃっていただいて、そこがこう口角、いいってやっぱこう横に口横にいって開くと思うんですけど、その口角が大事ということで、そのいの音が来たらいいってやることによってすごくクリアに聞こえるよっていうおっしゃっていただいて、やっぱりこう素直にこれ前までお話したと思うんですけど、素直に受け入れることがものすごく大事で、自分ではえそうなんだと思いながらやってるんですけど、やっぱこう他の方が聞いてると、あ、いや全然違うっていう風に言われて、あ、そうなんだっていうのをものすごく感じますね。あとはまーとかだったかな、そう、まーってローマ字で書くと MA じゃないですか。あ、まじゃない、何ぬのか、何ぬねのって、ローマ字で書くと NA と N から始まるじゃないですか。 N ってんじゃないですか。なんでそのなとかな行を強く言う時にはんって言ってからなって言った方がなんか強く聞こえるんだよっていう風におっしゃっていただいて、いや、こういう風にこう歌手の方々、プロの方々って歌われてるんだなっていう風に感じて、いや、これ難しいと思いながら、もう歌詞の歌詞カードというか歌詞をね見ながらいつも歌ってるんですけど、もちろんでそこにめちゃくちゃ書いてこの一個の言葉に対しても何個もこうやることが、例えば口角上げたりとか強く言ったりとか、なの前には「ん」ってつけなきゃいけないとか、いや、もう難しい。これを一通りやったんですよ。したらやっぱり自分でも、あ、ちょっと上手くなってるって思うわけですよ。なのでもしこう自分、そうですね、例えばある方の曲歌うって時、ちょっと歌詞をこう起こしてみて、ちょ自分なりにちょっとアレンジするっていうのも、ちょっとこう歌が好きっていう方には、なんていうんですかね、ちょっとなんていうか楽しみが一つ増えるんじゃないかなと思いました。自分はこうして歌いたい、ああして歌いたいって多分あると思うんですけど、そこをちょっとね、歌詞を起こしてみるっていうのもやっぱりすごいいいことだなっていうふうに改めて感じました。はい、なのでね、ちょっとねレコーディングもねもう近いので、ちょっと緊張してるんですけれども、頑張らせていただければなと思います。
皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。以上、映画主題歌リリースへの道のコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについてミク的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回の推しメンは2018年の9月以来のご出演、映画監督の藤田真一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは、藤田真一監督について簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。藤田真一さんは1971年鹿児島県のお生まれで、高校卒業後に自主制作映画に携わられ、撮影編集演出、制作方法を学ばれ、1999年、北村隆平監督の商業デビュー作バーサスに共同撮影として参加され、主にアクションシーン撮影を担当。2002年には仲間と共に映像企画制作団体ユーデンビジュアルを立ち上げられ、インディーズ映画 V シネマ企業 VP ほか各種映像企画制作に関われた後、2004年に株式会社アーティットを設立。博多ステイハングリーシリーズに無王総監督 W2 つの顔を持つ女たち監督のほか、プロデュースとしてワンダフルワールド監督並川大輔、東京テアンデ監督、神田裕二、そしてですね、初めてお越しいただいた時の、映画リボンでもですね、監督でございます。プロデューサーとして、数多く多数の、映像作品について、監督などを務めていらっしゃるほか、ミュージック PV などのディレクターとしても、多くの作品を手掛けていらっしゃいます。最新作として私も、昨年末に拝見させていただきました映画ヤミキンクイーンが、全国順次公開予定です。ということで、はい、ありがとうございます。今回で3回目ということで。3回目でしたっけ。はい、そうですそうですだよね。はい、そうです。あの3回あのゲストに来ていただく方、あの藤田監督初めて。あ、そうなんですか。はい、ありがたいことに。ありがとうございます。この番組ってどれぐらい続いてるんでしたっけ。私がデビュー当時からなので、もう5年ぐらいになりますかね。はい、それで僕初めて。はい、3回目。光栄でございます。いえ、とんでもないですありがとうございます。では早速なんですけれども、はい、現在全国順次公開予定の映画ヤミキンクイーンは、はい、あのどういった作品なんでしょうか。もうタイトルの通り、はい、ヤミキンをテーマにした。はい、そうですね。はい、あの僕ヤミキンから特に借りてるわけじゃないですけど、まあたまたまそういうテーマで作りたいって話があって、はい、まあ、ちょっと勉強して、はい、あのしたらやっぱ面白い世界だなと思って、それでまあちょっとあの脚本家と一緒にストーリー作って、あ、そうなんですね、考えましたみたいな感じですね。あ、そうなんですね。でこの、まあ、ヤミキンクイーン、はい、一番の見どころはどこですか。主演がまあ、グラビアでちょっと有名な、はい、小倉優香なんですけれども、はい、でそれ の, あのお姉さん役にまた佐藤弘子さん、はいはい、まあ今小倉優香グラビアでかなりいいポジションだと思うんですけど、はいはい、 ね、はい、その前の世代というか、うん、はいはい、だから新旧グラビアアイドル対決みたいな。すごい知ってる人にはたまらないみたいななるほど感じになってます。もう最後はちょっと殴り合いまでやらせてますんで、はいはい、そうですね、はい、そう見に来てくださったんですよね。そうなんですよ、はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです、はい、もう私も面白いというか闇金には本当私にまたやっぱり全くあの縁がないので。あ、そうなんですか。はい、いやそうですあ、そうなのでなんかそういう世界があるんだっていうのを初めてこの映画を見て知りました。そうだね、こういう風にお金が流れてるんだとか、うん、まあ、そんなにえぐいところは描いてないとは思うんですけど、 で、 す、ね、はい、まあ、でも実際あんなもんというか、うん、割とみんながイメージするような借金で抱えて、はい、破産していくようなイメージじゃなくて、はい、ちょっとずつちょっとずつ貸して、はい、永久に利子を取ろうみたいな、はい、で永久に返せないみたいな、はい、そういう世界なんでちょっとやらしい世界ですねそうですね、うん、この大浦さんが、はい、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。大
小倉隆一かっこよかったですね。しびれました。なんか一個一個の動作もそうなんですけど、あのこうセリフの乗り方っていうのをものすごくかっこいいなと。そうですね、まあ、もともとあの大浦さんがその闇金の事務所の、はい、まあ言ってみればワルですね。そうですね、はい、という役ですね、はいはい、であの最初はちょっとあのヤクザっぽい、はい、あの脚本家としてはそういうイメージで書いたんですけれども、はい、大浦さんになった瞬間にピタッとハマったっていうか、あ、また大浦さんが作ってきて、セリフとかも片っ端から、はい、あのこの方がいいんじゃないみたいなディスカッションがあって、あ、どん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 みんなで、キャラクター作り上げたみたいな、はい、でだからこの手の作品じゃないキャラに仕上がってて、それもちょっと見どころかなと思いますね。そうですね、めちゃくちゃかっこいいなと思いながら見てました。いや、かっこよかったっすね。あとメガネを取るとまたイケメンなんだね。はい、はい、わかります。ですね、はい、そしてあの主演の、 あの、はい、小倉優香さんの、はい、最初ちょっとか弱い女性から始まって、はい、こうどんどんこう強くなっていく女性の姿が、はい、なんかやっぱかこれもまたかっこいいなと思いましたね。こういう風に変わっていくんだ。そうですね、もともと主人公の女の子を徹底的にいじめようっていう発想があったんで、そうですね、はい、その趣旨よく理解してくれて、はい、本人のキャラとはまたリアルなキャラとはまた違うと思うんですけど、銀行員の真面目な、はい、そうなんですよ、はい、お姉ちゃんしか花咲いていないみたいな、はい、そんなとこから始まって、はい、でまた彼女はスタイルがいいというか、はい、背も高くて、そうですね、はい、で最後吹っ切れたところなんかすごいかっこいいですよね、はい、かっこいいです、で一番いいなって思ったのは、女性同士でお金をめぐってこう殴り最後ね。最後これ一体何の映画なんだって。もうなんか圧巻でも本当に。あれ面白かったですね。はい、こんなにもこう女性たちが。そう。なかなかこう殴り合ってるところってなかなかドラマでも映画でも見られないんじゃないかなって思いますね。さっきも言った通り、割とリアルに今の闇金を調べていくと、はい、そんなにドラマティックじゃないというか、はい、もうちょっとずつじり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 。はい、いやらしく利子を取り立てるっていうとこなんで、はい、なかなかストーリーってした時に盛り上がり、はい、なかなか盛り上がりに欠けるなと思ってて、それでちょっと最後大金をかけて、はい、そうですね、キャットファイトみたいな、はいはい、ことにしてみたら、またこれ面白かったっていうね。いやもう、いやすごいな。やっぱ効果もまたやっぱこう殴ってる時の音とかもすごいこうリアルに感じました、ね、音とかね、あれね、リアルに殴ってるんですよ。そうなんですね。違う、MA の時に自分たちで、ね、なるほど、パシパシってやったやつを当ててる、現場では殴ってないよ。そう、阿部君そんなもんさせないよ。だからすごいやっぱリアルに感じるなっていうふうに、はい、思いました。音も結構良かったですね、はい、で、ちょっとこう、監督がこう映画作りの中で、どの作品でもこう例えばこう心がけてらっしゃることってありますでしょうか。心がけてか、作品ごとにテーマだったりとか、はい、こうしようとかあるんで、毎回作品ごとに違うんですけど、うん、唯一あるとすればそれかな。あー、なるほど。要はテーマ決めるというか、はい、テーマって言ったらその映画のテーマというよりも、はい、今回はこうここを撮ろうみたいな、あ、作り手側のね、なるほど、例えば主人公の子を、はい、悲惨に描こうとか、はい、可愛く撮ろうとか、シチュエーションをリアルにしようとか、はい、そういうちょっと一個テーマがあって、はい、そうすると自然とおのずと演出の配置が決まってくるので、それがいわゆる映画のルックってやつですよね。あ、なるほど、そこなしで始めちゃうともうぐちゃぐちゃになっちゃう。そうですよね、ちょっと土台があってっていうんですよね。そうでも割と意外とそういう映画多いかなと思っててディスってるわけじゃないですよ。別に他の映画ディスってるわけじゃないから。わ、はい、かります、わかります。そこで笑うとちょっと ね、 そうですね、ちょっと悪者になっちゃうからやめてよ。そんなこと全然思ってない。善なんで僕は、はい、はい、はい、
そう、まあ、そういったところかなと思って。なるほど。で今あのこう時間とこう例えばまあお金があったら、はい、まあ、監督としてまあ撮ってみたい作品であったり、まあ、テーマって終わりなんですか？時間とお金があったら、はい、いいんですか？いいんですか？はい、あの時間とお金があったらいいんですか？はい、思いとしてスターウォーズとか撮らせてもらっていいですか？結構膨大。そうですね。なんかいつか撮ってみたいなっていうのはあって、で本があるんですけど、はい、一つはあのザ・ゲームって知ってる？あ、分かんないです。本当にあの、ね、10年ぐらい前に、ね、はい、ベストセラーだった、ザ・ゲームって本なんだけど 半分、はい、半分ドキュメンタリーになる。へー、うん、どんな話かというと、はい、ナンパ師の話なんだけど、はー、なるほど。はい、日本だとナンパ師って言うけど海外だとピックアップアーティストっていうね。なるほど。そう、ピックそうピックアップする。なるほどなるほど。ナンパのことピックアップって言って、で海外だとナンパ師のことピックアップアーティストなんだよ。かっこいいの。そうそう、ピックアップのアートなんだ。かっこいいですね。めちゃくちゃ。かっこいいでしょ。で割とで半分実話で、はい、まあ、ストーリーとしてはラジオ局で、はいはい、ラジオ局だったかな、新聞記者か、はい、でうだつながらないやつがいて奥さんとも別れみたいな、はい、でも人生何もないところで、はい、ちょっと取材でカリスマのピカパアーティストに出会って、はい、そこでナンパを学んで人生変わるみたいなね、いう、ナンパっていうとね、ちょっとねこの国では反応があるけどね、そうですね、うん、って思われる方がいらっしゃると思いますけど、そうじゃなくて、まあ、女性と幸せを共有するみたいなねところなんだけど、いい風な捉え方ですね。そう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 、なんかね、いろいろ考えさせられるところがあって、面白そうですね。まあ、うん、結構ね面白いねこれ。そうですね、大ベストセラーだから、うん、でも題材が題材だけに誰も手出さない、ね、なるほど、確かに。ここをちゃんとやったら面白い、ちょっと反感もあるだろうけどね。なるほど。それともう一冊、はい、リプレイっていう本知ってる？はい、わからないです。80年代ぐらいに出た SF なんだけど、はい、まあ、いわゆる今でいうループものってやつ、はい、何度も何度も生まれ変わって、あ、うん、なるほど、リプレイって、あ、そういうことですね。そう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 、オールドユーオールオールなんとか、はい、なんとかちょっと言いにくいやつね。はい、まああれに近いやつね。あ、なるほど。30いくつぐらいになって、うん、まあラジオのディレクターかが、はい、死んじゃうんだけど18に生まれ変わると、はい、うん、で人生やり直すんだけどまた同じ時間になると死んでしまってまた18に戻ると、はい、あ、それが すごいそれに9回繰り返される。いや、すごい、たくさん。そう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 、9回繰り返したらどうする？どうするどうしちゃうんですか？そうそう、1回目はさ、1回生きた人生だから、あ、そうですね、ちょっと繰り返られるというか、そうそう、相当うまくやるよね。そうですね、うん、でもさ、9回はちょっと、そうそう、3回目ぐらいになってるからさ、もういいかなってなるでしょ。うん、で4回目とかだともう地獄だよね。ちょっともう帰らせてくんないかなって。そう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 、っていう小説が、それも結構大ベストセラーなんだけど、はい、でもね、これはちょっとアイデアというか、そのループモンっていうことで、はい、割と他の作品に引き継がれているんだけど、それのまあ元祖。へえ、うん、だからもうそれはまともに映画化するとね10時間ぐらい の映画になっちゃうと思うんだけど、ちょっともっとギュッとしてねやるのもいいかなと思ってるんだけど、あ、うん、まあお金と時間があったらそれやらしてみたいなね。はい、ごめん、長くなっちゃったね。テンション上がっちゃった、ね。で、テンションが上がった、希望とはまあこう別に、こう現実的にこう次回作品というか、もう現在は準備中のものってありますでしょうか？テンション下がるね。そんなことないですよ。夏ぐらいに、はい、その一回最初リボンっていう作品で来させていただいたと思うんですけど、はい、まあ、ほぼほぼメンツ一緒で、それで侍物をやったんですね。はいはい、でそれが今、もう終わったかな、ベルリン映画祭に出て、はい、でそれが年内に公開なので、まあ、それの、まあ、ちょっとした準備があるかなって感じ、ね、クリーム差しですね。あ、そうです、知ってる知ってる。はい、もちろんゲストで太田さんが、うん、あ、そうかそうか、あいつ来たんだ、はい、そうですそうですそうですっていうか俺いたわその時。そうですよね。一緒についてた。そうですよね。そう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 、そこ、そうですね、この番組で紹介させていただいた、はい、あれがいよいよ公開になるので、そうですね、はい、はい、まあ、まだ時期とかはね、はい、なんですけど、まあ、年内にやることはほぼ確実なので、はい、
ぜひぜひ、はい、ぜひ皆さんもご覧いただければなと思います。ぜひぜひ、あの見てるだけでしんどいけど、はい、すごい映画なので77分ワンカットなんでね、すごいです、もう取り離しちゃいますそれは。そうですね、でも、はい、あの音楽とかあの効果音とか CG とかが入って、はい、結構見応えのあるものになってるんではないかなと思いますね。はい、はい、ぜひ皆さんぜひご覧いただければなと思います。では、このあたりで、今回のゲスト、藤田真一監督はですね、告知はもしメッセージなどございましたら、お願いいただけますでしょうか。特にないですけど、はい、まあ、あのさっき言われたあの、まあ、はい、そうですね、コロナ関係であの皆さん自粛していると思いますけど、はい、映画館行きましょう、はい、僕らが困るんで映画館行きましょう、はいはい、ということで、はい、ありがとうございます、はい、今回お招きいたしましたのは今注目の映画監督、藤田真一監督でした、藤田真一監督お忙しいところ本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました、次回は、ぜひ、監督の現場ということでよろしく。ぜひぜひ変なところで入れちゃいましたけれども、ぜひぜひそこで入れてください、よろしくお願いいたします。はい、ぜひぜひ、はい、以上今月の締めのコーナーでした。はい、ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで、事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。